番外がボールをキープから、そして右サイド栗原ルイス、そしてトップの位置からスリーポイント狙ってくる、決めてきました。いきなり捉えました前田レオ、いいですね。はい、奪いました。ここは激しくついています信州、いいディフェンスですね。はい、これが信州の持ち味、飛び込んでいきました、決めています。怪我人が多い中ではありますが、これジョシュ・ホーキンソンです。その中でシュートタッチを探していくっていうところも大事だと思います。はい、あ、コミッチになっています。はい、そしてホーキンソン左サイドで振って、これもスリーポイントは、おお、今度は捉えてきました。まあ、3試合連続で20ポイントを超えています、その岡田優太。ここは左サイドから栗原、そしてホーキンソン、距離があるがスリーポイント、いい形ですね。ピックアンドポップからのスリーです。前田悟がついて、ここはまた高さのミスマッチがある、藤井を押し込んでいくホーキンソン、どうするか。ショットクロック7秒からうまく決めてきました。ベースでマジが入ってきましたね。はい、またミスマッチになっているが、熊谷のスリーポイントを取ってきました。来ましたね、やっと諦めて打ってきました。打ち続けることに、前田のパス反応することができませんでした。そして岡田のアタックから、おーまくこのタイミングを外してシュート決めています。うまいですね。はい、いや、この岡田の動きも魅力十分です。岡田選手にフリーでやらせると、どんどんやりたい方で、はい、覚悟でアグレッシブにやるべきだと思います。さあ、このスリーポイント狙ってくる、ダーッてきた、今日の勢い継続、前田悟、岡田優太、残りは2分少々。ここまた熊谷から岡田がボールを持つと要注意。さあ、そして中アタックしてフローター、かなり高く上げてきました。ここは技あり、ゾーンディフェンス切り裂いていけるか、あと、ここは熊谷前に出たんですが、あっと、また決めてきた、岡田優太、止まらなくなってきました。この変幻自在のドリブル、キックアウト、熊谷どうする、アタックする、左サイド、これも抜けてフリーを作った、流れるような展開、オーサイドキックしてステップ踏んで、真下からあっとブロックしているホーキンソン、リーグ4番目、そのブロックの数ホーキンソン止めています。1分の6、こちらよく放って 54.5%。 あ、このブロックになりました。リングジニアが激しついていた右サイド、アタックはスリーポイント一応打ちかけましたが、中ハイロープレーになりました。ここはホーキンソン、高さを生かしています。ホーキンソンです、2m8cm です。ここはちょっと悩んだんですが、最後このパスに切り替えましたね。そうですね、はい、川崎もちょっと、さらにはここはセットするか、前田レオ、前田が中に送る、そして真脇のスリーポイントでやってくる、おっと決めてきた。さあ、右サイド、ノーミです。マイケル・エングジュニアアタック仕掛けるか、スピードのミスマッチがある、飛び込んでいった、あっとブロック、これも止めました、ホーキンソン。確かがこのスリーポイントの精度、マイケル・ヤングジュニア飛び込んでいくこともできるんですが、ただこのホーキンソンです、激しくここは止めてきました。今日はホーキンソンが1000リバウンド達成、 B1 個人スリーポイントは今シーズン 31.7%。 中に預ける、モーズリー、競り合いから決めています。また1本の攻撃になりました、信州です。役者が本来の仕事をし始めています、川崎です。逆サイド岡田スリーポイント、この質問一貫している、負けていませんでした。まあ、岡田のスリーポイント、さすが昨シーズン MVP そうですね、はいはい、私ずっと昔から藤井のことこう野生児だと、はい、ずっと、はい、さ、後半です。まずは右から左、白いユニフォームの信州です。中預けるホーキンソン、リバウンドもホーズリーです。前田レオも今日は広角にスリーポイント決めています。そして右サイドは栗原、そしてホーキンソン、これ1対1、長谷川とのマッチアップ、ミスマッチをついてきました、決めてくる、連続ポイントです、ホーキンソンです。さあ、ここは栗原からホーキンソン、狙ってくるスリーポイント、おー、沈める、ホーキンソン今日これ2本目。川崎としてはこれ前半にも同じ形だったんです、はい、一打つける、2人がかりで行こうという雰囲気もありますが、このシュート、あーと、もう1回取りました、このリバウンド、そして栗原スリーポイント沈めてきました。このスリーポイント構成、ミスマッチ、セカンドチャンスでもう一回やられてしまいましたね、はい、あ、そしてこれまたシードが出ました。これは川崎タイムアウト取った方がいいかもしれませんね。流れが今完全に真摯に傾いています。56対48、投入で引き離すんでしょうか。ホーキンスのミスマッチになっている藤井です。さあ、このフローター、ちょっと距離がありましたが、岡田ボールを持って畑トップの位置から決めてきました。このスリーポイント、いや、大きいスリーポイントですね。栗原です。7人は信州1つ増えました。あとは右サイド上がっていけ、あった、これはアグレッシブに狙っていった、捉えました。いや、速さを見せました、熊谷、はいはい、個人通算そういった記録も達成しています。さあ、ここはサイモンスリーポイント、ああ、ようやく来ました。
さあこれで6ポイント差。いや今熊谷も非常にプレータイムなかなか長い時間もらえてないですけども、非常に素晴らしいカッティングでした、前田レオ、こちらも攻守にいい動きしてますね。ティルコどうするか、ホーキンソン、熊谷スリーポイント打たなかった。そしてホーキンソンのスリーポイント、ここ決めてきました。モズリーがあと攻守に受けてショット力も5秒経っている。難しい距離を決めてきた。ディープ3ですね、熊谷です。いや決めきれませんでした。これ助かりました信州、珍しいですね。マジか。さあそして小前田レオからノーターのシュート、ホーキンソン、これで22ポイント。もう一度熊谷スリーポイントも早い段階で打っていきたい。その形でどうか、ホーキンソンツーポイントダンク。いや最後の最後まで、上からプレッシャーですよ。